ポンちゃん、マルちゃんのアジアの話。さあ、今週も始まりました。はい。今日は8月2日木曜日ということですね。そうですね。僕らこれからですね、はい、成田に放送が終わってから、速攻しまして、はい。4時55分の飛行機で。そうですね。はい。バンコクに向かうわけです。バンコクに行きます。はい。ね、7日までのスケジュールで、まあ、どんな仕事ができるか楽しみなんですけどね。そうですね。まあ、まず今回はね、はい、ちょっとタイ人のアイドル。うん。出演交渉しに行くというね。猫ジャンプ。猫ジャンプ。はいはいはい。猫ジャンプ。ね、ワロップのね、放送を出てもらいたいなっていうことですね。はい、そうですね。こうアポ取れるといいですけどね。ねえ、そう、アポなしで行っちゃうっていうか、これまたすごいですね。結構ですね、無謀ですよね。無謀ですけど、ちょっと、ね。無謀なんだけど、それが俺たちのやり方みたいな。そうね。対面を受けてちょっとやっていきたいなと。もうやれるかはやれないかわかんない。皆さん、猫ジャンプご存知ですかね、知らないかな。猫ジャンプ、りょうくん知ってる？知らない？タイ人の、なんか双子のアイドルなんです。うん、もう2006年にデビューしてるんですけどね、うん、日本大好きだっていうことですね。そうですね、うん、僕が一番初めて見たのは2010年ですかね、はい、2年ぐらい前、はいはいはい、代々木のタイフェスに来ててですね、一目見ただけで惚れちゃった。いやー、なんか面白いなと思って、まあ、でもちょっとなんか秋葉系ですよね。だから日本での活動もほぼそのアニメ的なイベントが多くてですね。そうですよね、はい、ホームページ見る限りではね、はい、アニソン歌ってたりだとか、はいはい、もろにね、アニメ系って感じで秋葉系っていう感じですかね。そうなんですね、またそれしかもですね、その2人のね、はい、妹、5歳年下の妹がいるんですけど、それがまた可愛い。5歳年下って猫ジャンプが猫ジャンプ今23なんで、ということは18、うん、で向こうでもシュガーなんとかってグループ組んでて、やっぱり妹もアイドルやってる。今回どっちなの？まあ、とにかくまず猫ちゃんを攻めてお姉ちゃんですね。でその、まあ、裏にバックヤードにはまだ可愛いアイドルがいっぱいだ、ちょっと K-POP ならぬ T-POP ですね。 T-POP 日本に流行りたいですね。流行らせようと、もうワロップ独占でやりたいと、はいはい、思ってます。そうですね、盛り上げたいですね、彼女たちに会いたければワロップに来いと。そう、ワロップじゃないと見れないんだけどね、いいっすね。ただニコニコ動画結構出てるんですよ。ほうほうほう。でニコ動画見ると猫ジャンプで検索するといっぱい映像出てきますね。じゃあ日本にもね、そのファンの方、アニメ系の方が多いのかな。そうですね、だからバックヤードにはね、ニコの20万人ぐらい、50万人でしたっけ、ぐらいのファンがもしかしたらね、いるかもしれない。とするとね、楽しみな2人なんですけどね。猫ジャンプワロップに出演なんていうと行列切るかもしれません。いや、ドラマ作りたいですよね。あ、ドラマね。スカイツリー物語、東京スカイツリー物語。東京スカイツリー、ああ面白いかもしれない。受ける、受ける。ワロップのね、独占でドラマ作って、それ僕らも出演したいですね。よろしくお願いします。